イアンツファンで埋め尽くされたライトスタンドに持っていきました。当たっている今日の阿部です。阿部に対しての初球ストライクを奪いました。ノーボールワンストライク。そういったボールはこの阿部はまさに見逃さないというバッターですからね。そうですね、状態が非常に上がってきてますよね、はい、おとといの試合では逆転のスリーランホームランがありました。今日はこのルーキーの菅野、勝利投手の権利をもたらすそのホームランがありました。まさにここまでキャプテンとしてのその役割しっかりと果たしている4番の阿部慎之助です。最近5試合は3割6分8厘。ここはフルスイングをしていきます。東京ドームが沸き返ります。2ボール2ストライク。今のようにカウントがバッター有利の時に少しこう力んでバットを下から、ね、出してしまうことがたまにありますよね、はい、先ほど談話の中で上からという表現がありました、はい、やはりそこに今は少し下から出ましたよね、バットが、はい、切れていってファウルボールです。もちろん楽天の4番のジョーンズも怖いんですが、もしかしたらそれに匹敵するぐらい怖いのが今のこの阿部かもしれません ね。 そうですね、状態のいい時の阿部選手っていうのはやっぱり相手バッテリーからしたらもう最悪ヒットなら OK っていうね、はい、そういうのは配球になってくることが多いですから。さあわずか点差は1点です。9回の表につなげていくため楽天抑えることができるか。ただ痛烈な当たり、再び阿部がヒットで出塁。打った阿部は1塁でストップです。阿部今日猛打賞。阿部のバットが止まりません。今のバッティングはどうご覧になりますか。おそらくですね、当然もう長打食らいたくないですから外中心に攻めて裏を変えてインサイド行ったんですけど、はい、今まさにこうある程度外の意識はあったと思うんですけど体の反動でこうインサイドをさばいたというね、まさにもう絶好調宣言をしてもいいんじゃないですかね。もう体が自然に反応する、はい、そういう状況ですか。もうまさに反